マンモス警部国立公園とは、アメリカ合衆国ケンタッキー州中央部にあるアメリカ合衆国の国立公園の一つであり、発見されたうちで、世界で最も長い洞窟群であるマンモス警部を含む国立公園である。洞窟群の正式な名称はマンモス警部システムであるが、洞窟が形成された尾根の部分の名称を踏まえて、 フリントマンモス・トゥヒー・ユードラ・ジョッパ・ジムリー・リッジ警部、システムと呼ぶべきとの議論がある。1941年7月1日に、国立公園として指定され、1981年10月27日に、世界遺産に登録された。また、国際的な生物圏保護区に1990年9月26日に、指定された。 国立公園の敷地は214平方キロメートルの広さがあり、ケンタッキー州のエドモンソン郡に位置するほか、わずかに東側の同州のハート郡、バーレン郡にも及んでいる。敷地の中央にはグリーン川が流れ、公園内でグリーン川に注ぐ支流の農林川もある。グリーン川の公園の西側境界近くにはダムが設置されており、川が自由に流れているのは、 公園の東側の一部だけである。200万人近い人々が毎年公園を訪れる。マンモス警部は古生代ミシシッピーの厚い石灰岩層中に形成されている。石灰岩層の上には砂岩層が水平に被さっている。このために全体が非常に堅固な岩層となっている。洞窟の長さは 591km 以上知られているが、 新たな通路や多洞窟との接続箇所が今も発見され続け、毎年数マイルずつ長さが伸びている。上部の砂岩層はビッグクリフティ砂岩と呼ばれ、地表では緩やかな起伏の地形を作っている。谷となってくぼんでいる地帯には海の石灰岩層が露出している。砂岩層中には薄い石灰岩層がまばらに点在し、 表層のカルスト形成ゾーンを作っているが、ここに生じている洞窟系は小さすぎて探検することはできない。地表に浸透する雨水は一旦、ビッグクリフティ砂岩からなる丘陵の中原に小さな泉となって現れる。水は、石灰岩層が露出する谷下までわずかな距離を流れ、谷底に石灰岩層が露出するようになると、再び地中へ浸透していく。人が、 通過可能な洞窟が形成されているのは、この石灰岩層である。砂岩層と石灰岩層の境界面は、谷に沿って上流に登っていくと見出すことができる。上がっていくと、岩の路頭が石灰岩から砂岩に変化するのが見られる。もちろん、尾根から石灰岩の谷底に崩れ落ちて散らばっている砂岩の塊もあるが、こういったものは無視せねばならない。 マンモス警部の底なし穴から1887年の規範が相除学的にはビッグクリフティサガンの階にある石灰岩層は上から順にガーキン層、セントジュヌビエーブ石灰岩、セントルイス石灰岩と区分される。いくつかの観光コースがあるが歴史コースのツアーで行く思動ブはガーキン層の底面とセントジュヌビエーブ石灰岩の 上面に沿って水平に伸びている。各層はより細かい谷に分けられ、それぞれに名前が付けられている。洞窟探検家が洞窟内諸所で得た地層の重なり方についてのデータを地質学者が相助学的に関連付け、まとめることによって地層境界面の三次元的な分布図をボーリング調査なしに作成することも可能となっている。上部のビッグクリフティサガンは 比較的水が浸透しにくい。砂岩に垂直な割れ目が生じているところだけに、例外的に浸透が起こっている。この防水的な効果によって、上層にある洞窟は大変乾燥しており、小乳石や石順、その他の二次生成物が存在しない。ただ、この砂岩の被覆層は、かなりの地域で、局地的に浸食され、消滅している。そのような場所では、 上からの地下水の浸透が盛んで、フローズンナイアガラで見られるように、洞窟生生物が発達している。公園南部のある谷底には、シダーシンクと呼ばれる巨大な干没ー地が形成されている。ー地の一方の側で地下から小川が流れ出し、反対側で再び地下に流れ込んでいく様が見られる。マンモス警部には、ケンタッキー警部シュリンプという体色が白く、 目のないエビが生息しており、絶滅危惧種である。入り口国立公園管理機関のナショナルパークサービスによって何種類かの洞窟ツアーが行われている。グランドアベニュー、フローズンナイアガラ、ファットマンズミザリーなど有名ポイントをめぐるコースには、ライトアップされた1時間から6時間のツアーがある。ライトアップされていないルート希望の場合は、 参加者が各自ランプを持って回る2時間のコースがおすすめ。他にもぬかるみを張ったり、ほこりっぽいトンネルを抜けたりする冒険的なコースがいくつかある。洞窟内のいくつかのポイントで時には展示された芸術品を用いて説明が行われるのがこの洞窟ツアーの素晴らしい点である。国立公園局の洞窟ガイドが提供する説明は ツアーによって異なるため、いくつかのツアーを通じて、観光客は、洞窟の成り立ちや、洞窟で暮らしていた人類の歴史や戦士について、様々な側面を学んでいく。洞窟内で最も有名なアトラクションの一つである、エコー川ツアーは、地下を流れる川に沿って、観光客を船に乗せて案内していた。しかしながら、このツアーは、物流及び環境的な理由から、 1990年代、初頭で中止された。小乳石マンモスケーブに関連する人間の歴史は、6000年に、渡っている。アメリカ先住民数人分の遺骨が、19世紀、及び20世紀にマンモスケーブ、もしくは、同地域の近くの他の洞窟から収容されている。発見ミイラの多くは、意図的に埋葬されたものの例であり、 アメリカ先住民が先コロンビアキに埋葬の習慣を持っていたことを示す十分な証拠となっている。意図的な埋葬の例外として1935年に見つかった巨岩の下で発見された成人男性の遺体が挙げられる。先コロンビアキの鉱山労働者であった被害者は岩の周りの瓦礫を崩したため、その岩は被害者の上に落ちた。 古代の落盤犠牲者の遺骨は、ロストジョンと名付けられ、1970年代まで一般向けに展示された。後に、保存及びアメリカ先住民の遺物を公開展示することに対する政治的な感情が生じたことから、マンモス警部内の秘密の場所に埋葬された。1950年代後半から始められた。 ミズーリ州セントルイスにあるワシントン大学に所属するパティジョー・ワトソンラの研究によってその地域にある洞窟を探索し開拓したアトアルカイック期及びウッドランド期初期の人々の生活が明らかになった洞窟という一定環境の中で保たれることで食事の証拠の炭素年代測定によりワトソンラは書くサンプルの時代を決定でき その食事の内容の分析はやはりワトソンによって推進され数千年にわたる期間での植物や肉といった関連のある食生活文化を決定した。この分析から狩猟採集文化から栽培農業文化への時系列変化の様子がわかる。マンモス系部で用いられた考古学研究の別の手法として実験考古学があり、それは 洞窟内の多くの場所に打ち捨てられている道具のように古代の文化で用いられた技術を用いて現代の探検家に洞窟内に入ってもらうという手法であるこの手法の目的は研究者を当時と同様の状況に置くことにより洞窟を探索していた古代の人々がどのような問題に直面していたかに対する知見を得ることである洞窟内に残る 古代の人々の遺物や美術品は様々な連邦法や州法によって保護されている。新しく発見された遺骨と遺物について決定されるべき最も基本的な事実はその位置と状況である。戦士時代の美術品を少しでも動かしただけで研究的な価値を損なってしまう。探検家たちは考古学的な証拠を損ねないように適切に訓練されており、 洞窟の一部の場所は、その地域が考古学研究の対象とされない限り、ベテランの探検家でも入れないように侵入が禁止されている。マンモス警部を通して通じている洞窟の一部で発見された遺骨に加え、ネイティブアメリカンが使用した松明、図面、氷炭の断片などといった遺物もまた、フリントリッチの軍のサルツ洞窟部において発見された。 13000ヘクタールのポラードサーベイとして知られる一帯は1791年にウィリアム・ポラードによって買わされた契約で売られた土地である。ポラードサーベイのうちベーコン川の北岸とグリーン川の間の土地は1796年7月3日にヨークシャーから来た商人トーマス・ラング・ジュニアによって411613ポンドで買われた。この土地は 地方の税の請求により、1812年の戦争中に失われた。伝説には、マンモスケーブを発見した、最初のヨーロッパ人は、ジョン・フーチンか彼の兄弟のフランシス・フーチンのどちらかで、それは1797年の出来事だという話がある。フーチンは、狩りの最中に傷ついたクマをグリーン川の近くに、大きく開いた、マンモスケーブの入り口まで追い詰めた。 いくつかのフーチンの家族の家族にまつわる物語には、洞窟の発見者として、ジョンジ・ケーター・フーチンの名前が含まれている。しかしこれは、実際にはとてもありそうもない話で、1797年の時点においてディックは、ほんの10歳に過ぎず、そのような年派のいかない少年が狩りの場にいるということもまたありそうにない。ディックの父ジョンの方が実際に、 洞窟の発見者である可能性が高く、しかし最も発見者である可能性が高いと言えるのが、アニジョンよりも、洞窟の入り口の近くに土地を所有していた、フランシス・フーチンである。他にも、彼らの兄弟であるチャールズ・フーチンは、素晴らしいハンターで、罠漁師であり、彼が熊を打ち洞窟の近くまで追い詰めたのだという、議論もある。チャールズの主張にまつわる影は、 彼が1801年に至るまでイリノイに住んでいたという事実である。この話を打ち消すのはブラッカート・アトソンの最も長い洞窟説でありその説によれば洞窟は確かにその時点以前にすでに知られていたからこの地域の洞窟群はマンモス警部の入り口の発見よりも先に知られていた。フランシス・フーチンについてすら彼の所有する土地の中の グリーン川の湾曲のすぐ近くにチューンホールとして知られる洞窟の入り口があり、それはマンモス警部のメインの入り口とされる入り口から1マイルより近いところにある。この歴史的な入り口を含んでいる土地は最初に調査されてバレンタイン・シモンズという名で1798年登録された。シモンズはそこに含まれる埋蔵小石のために巨大洞窟を開発し始めた。 1812年の戦争の期間を通して様々な個人がバレンタイン・サイモンとの協力により土地を所有することになる。封鎖により米国軍隊は小石とそれに伴う火薬が不足していた。封鎖によりアメリカ軍の小石と当然それに伴う火力は不足していた。結果として国内の小石の値段は上がり。 マンモスケーブのような洞窟から取り出される硝酸に、基づく生産は、見入りの良いものとなった。1812年の12月、洞窟は、チャールズ・ウィルキンスとフィラデルフィアから来た、グラッツという二人の投資家によって購入され、シモンと他の所有者の手から移った。すぐに、洞窟では、工業的な規模で、硝酸カルシウムの採掘が行われるようになった。 洞窟の半分の所有権は1万ドルで移行した。戦争が終わり小石の価格が下落し、採掘の仕事は放棄され、鉱山は近くで発見されたネイティブアメリカンのミイラを中心とする小さな観光地の一部となった。ウィルキンスが死んだ時、その遺言の執行者は彼の所有権をグラッツに売却した。838年の春にこの洞窟は、 グラッツ兄弟からフランクリン・ゴリーに売られた。彼は、小石市場が低迷しながらくそこを売っていることもあり、マンモス警部を純粋な観光名所として創業しようとしていた。ゴリは、奴隷所有種であり、観光ガイドとして自身の奴隷を利用した。観光ガイドをしていた奴隷のうちの一人は、人類の洞窟に対する知識へ、多くの重要な貢献をし、 マンモス警部の最も著名で歴史上重要な人物の一人となっている。スティーブン司教はアフリカ系アメリカ人の奴隷で1840年代から1850年代にかけて洞窟のガイドをしていた。彼は広範囲に及ぶ洞窟の地図を作り、洞窟に存在する特徴の多くに名前をつけた人物であるスティーブン司教は1838年に ゴリンによって、マンモス警部に紹介された。ゴリンは、死境の死んだ後にこう書いている、私は一人のガイドを洞窟に配置した。それは祝福された偉大なスティーブンで、彼は、数々の発見の役に立った。彼は、そこ知れぬ穴を縦横に行き交うことのできた、最初の人だ。そして彼と私と、その他の名前を忘れた人たちだけが、 私の知る限り五輪ドームの底を見た人だ。スティーブンが地獄の穴から帰ってきた後、私たちはそのポイントを超えて今知られている洞窟のすべての部分を発見した。その発見以前はすべての関心は古い洞窟として知られる場所に向かっていて、しかし今では知られていない場所はほとんどない。スティーブンがいつも言っていたようにそれらは威厳があり暗くて、 特別だ。1839年、ケンタッキー州、ルイビルのジョン・クローアン博士は、ビショップと、その他の奴隷を含めてマンモス警部の土地を、彼らの前のオーナーであるフランクリン五輪から買い上げた。クローアン博士は、洞窟の中で一時的に不運な結核病院を、経営した。彼は、洞窟内の蒸気が患者を治療してくれると信じていた。 病院を経営する間に感染が広がり、最後には結核により、ビショップとクラウアンの二人も命を落としてしまった。19世紀にわたって、マンモス警部の名声は広まり、国際的な評判を呼ぶものとなった。同時に、この洞窟は19世紀の作家、例えば、ロバート・モンゴメリー・バード博士、ロバート・デイビッドソン牧師、ホレス・マーティン牧師、アレキサンダー・クラーク・ブリッド、 ナサニエル・パーカー・ウィリス、バイアール・テイラー、ウィリアム・スタンプ・フォー・ウッド博士、自然主義者であるジョン・ニューア、ホレス・カーター・ハビー牧師などの興味を引いた。マンモス・ケーブが有名になった結果、その洞窟は、俳優のエドウィン・ブース、歌手・ジェニー・リンド、および、バイオリン奏者、オーレブルなどの有名な訪問者を誇った。洞窟は、一緒に、洞窟の一つにおいて、コンサートを与えた。 エドウィン・ブース俳優、ジェニー・リンド歌手、および、洞窟の一つでコンサートを行ったバイオリン奏者、オーレブルなどの有名な訪問者を誇った。それ以来、洞窟の二つのチャンバーは、ブースのアンフィテアトルムおよび、オーレブルのコンサートホールとして知られるようになった。ルイビル ナッシュビル鉄道が2つの都市を結ぶ鉄道を開通した1859年まで、ダーキン・ジェー・プロクター大佐がマンモス・ケーブの土地を所有していた。彼は、グラスゴー・ブンキ駅とマンモス・ケーブの土地の間で創業していた駅馬車の路線も所有していた。彼がマンモス・ケーブ鉄道会社を設立した1886年まで、この路線は、 観光客をマンモス警部に輸送していた。洞窟周辺の不毛な痩せ地で農業をして、生計を立てることの困難さは、近くの小さな洞窟の土地の所有者に観光開発を目論む、機会を与えた。そして、マンモス警部には、特別に観光客を引きつける成功を与えた。ケンタッキー州洞窟戦争の期間は、旅行者が落とすお金をめぐって、 土地の洞窟所有者同士での争いが生じた苦い思い出の時期である。多岐にわたる詐欺の戦術は訪れる客が目指していたのとは違う個人経営の洞窟へと誘い入れるためのものであった。違う方向へと誘導するサインがマンモス警部への道に沿っていくつも置かれた。自動車旅行時代の初期の典型的な戦略は関連する経営者がするもので、 観光客の車の踏み板に乗って飛び跳ねながら、マンモス警部は閉まっている、はるか離れている、崩れた、アクセス不可能だ、などと信じ込ませるというものだ。1906年に、ケンタッキーのブラウンズヒルで、ダムと水門の建設がされ、これにより、マンモス警部へ、蒸気船でアクセスすることが可能になった。このダムの建設は、 長期的に洞窟の生物層への影響を与え続けている。また、洞窟探検に大きな意味を持つことが判明した1909年、ドイツの鉱山技術者、マックス・ケンペルがニューヨーク経由で洞窟にやってきた。ケンペルは、工科大学を卒業したばかりで、家族から卒業のプレゼントとして海外への旅行に送り出されていたところだった。 本来のマンモス警部での滞在は2週間程度の予定であったが、ケンペルは数ヶ月をそこで過ごすことになった。アフリカ系アメリカ人のエドビショップの助けを借り、新発見の分まで含めて、総延長が数キロメートルに及ぶ洞窟の部分について、特筆すべき正確さで計測調査の結果を出した。伝えられるところでは、 ケンペルはまた洞窟に対応してその上を追っている部分の地表面の調査の結果も提示したという。この情報はバイオレット都市入口の開口にすぐ後に続いて洞窟への他の入り口をオープンするのに有益な情報であった。クロアンケはケンペルの地図から地形学的な情報をそぎ落とし、そしてそれは現在まで残っているものとして知られている。その地図のうちでも ケンペルの仕事の部分は洞窟地図制作法の勝利と言えるほどに正確さが際立っているが、1960年代初頭に近代的な探索法の出現までそれらの小道は素晴らしい正確さで地図に描かれるということはなかった。ケンペルはベルリンに帰り、それはマンモスケーブの土地から見れば完全に消えてしまったのと同じことなのである。 彼の悲しい運命がこれだと明らかになったのは21世紀に入ってドイツ人の観光客の一団が洞窟を訪れた後にケンペルの家族について調査するのを待ってのことだった若きケンペルは1917年のちょうど8年後第一次世界大戦のソンムの戦いの残酷戦で殺されたのであった 有名なフランス洞窟探検家、エドワード・アルフレッド・マーテルは1912年10月に3日間洞窟の訪問をした。近くで行われた調査データへのアクセスなしで、マーテルは洞窟の各位置間で海抜を比較し決定するために、洞窟で気圧の観察をすることを許された。彼は洞窟の高さの層をいくつか明らかに定め、洞窟内のエコー側の水位は、 グリーンガーの推移によってコントロールされていることを正確に記した。マーテルは1906年のブラウンズヒルでのダムの建設によって彼の推理学的研究を完成させることが不可能となったことを示して嘆いた。彼のマンモスケーブ内での推理についての精密な説明によればマーテルはマンモスケーブは ソルトケーブとコロッサル、ケーブに繋がっているという結論を提供した。これは、マーテルの訪問の60年後まで正しいと、証明されないのである。1920年代の初頭に、ジョージ・モリソンは、クロワン事書によって所有されなかった土地の上の、マンモスケーブへの多くの入り口を爆破した。ケンペルや、ビショップや他の人によって、秘密の調査が行われたようだが、 洞窟の地理的な延長を決定するのに適した形で出版はされていない。その存在はしたはずのデータというものが見つからない。これは今の時点で振り返ると、クローアンは年々にわたって自分の所有しているのではない土地の下にある洞窟も観光に使っていたことが決定的である。この時期訴訟も年々にわたって続けられ、 洞窟の入り口をどちらが使うのかという、文字通り洞窟の入り口を争う戦いが行われた。20世紀の初頭、フロイト・コリンズは1925年に、砂の洞窟で死亡するまでの10年間を、フリントリッジ洞窟群の探求をしながら過ごした。砂の洞窟の張って、進むような狭い通路で彼は、足元に落ちた岩での自由を奪われてしまったのである。 コリンズを救えという試みはメディアで大きく話題になった。結果として生まれた注目が、このマンモス警部を国定公園にする運動を始めようという意見を、ケンタッキーの著名な人物から引き出すことになる。クロアンの相続人の最後の人物が亡くなった時、マンモス警部国立公園の設立のため、指定を求める運動の機運が、 ケンタッキー州の裕福な市民の間で高まっていた。1926年には民間でマンモス警部国立公園協会が組織され、公園は1926年5月25日に認可された。その地域のいくつかの農場を購入するために寄付金が使われた。そして提案された国立公園協会の中の他の地域は土地収容権によって取得された。 まばらに人が住んでいるアメリカ西部の他の国立公園とは対照的に数千もの人々がマンモス警部国立公園が作られる過程で強制的に転居させられた。土地収容記録によると土地の所有者たちに対して十分な代価が支払われないなど厳しいことが頻繁にあった。その辛辣さは現在もその地域で心に残されている。公園内で 鹿狩りは禁止されているが、公園の境界は密漁者たちの鹿ブラインド、つまり公園内に面した狩りの基地によって囲まれている。法的な理由のため民間団体が土地を保有している間、連邦政府は未開墾の農場を復元したり開発することを禁止されていた。この規制は、 1933年5月22日から1942年7月まで行われた A マキシマム・オブ・フォー事業の市民保全部隊キャンプによって撤廃された。国立公園局によると1934年5月14日に最小の公園エリアが提供された。1936年5月22日、その最小のエリアは 管理と保護のため受け入れられた。1934年5月14日のアメリカ合衆国国立公園局によると、1934年5月14日に最小の公園地区は提供され、1936年5月22日に最小の地区は管理と保護のために受け入れられた。1938年から、 毎年4月20日頃にガイドハウスを訪れるピートと名付けられた夏風金張についてホスキンズ監督者は後にこう記述した。ピートはガイドたちの手から餌を食べまだ人間に慣れていない仲間のために餌を渡しており観光客たちを喜ばせていた。マンモス警部国立公園は1941年7月1日に正式に設置された。偶然にも 同じ年にアメリカ洞窟学会が設立した。旧教会で第二最高責任者代行であった R. テイラー・ホスキンズはカズトメの正式な最高責任者となり1951年まで務めていた。1941年以来観光客向けには閉ざされていた。ニューエントランスは1951年12月26日に再び開かれ。 凍った、ナイアガラツアーのスタート地点の入り口として使われるようになった。1954年までにマンモス警部国定公園として指定された教会の内部は、2つの例外的な私有地を除いてすべて国定公園の保有地となった。これらの私有地のうちの一つである旧ーコリンズのお城は、ケンタッキー州ホース警部のハリー・トーマスに売却された。 彼の孫である、ウィリアム・ビル・オースティンは、マンモス・ケーブ国立公園との競争を行うため、コーリンズのクリスタル・ケーブを偽物用の洞窟として公開した。そのためコーリンズ・クリスタル・ケーブへの道の保守が必要であった。クリスタル・ケーブ所有権の没収や購入は時間の問題だった。1954年2月、オースティンの招きで、 アメリカ洞窟学会の援助のもと、2週間の探検隊が組織された。この探検隊は C-3、コリンズのクリスタル警部探検隊として、後に知られるようになった。C-3 探検隊は、当初ロバート・ハルミによって出版された、フォトエッセイ、後には探検隊のうちの2人の体験談を出版したもの、つまり、 ジョー・ローレンス・ジュニアとロジャー・ W ・ブラッカーによるザ・ケーブス・ビヨンド・ザ・ストーリー・オブ・ザ・コリンズ・クリスタル・ケーブ・エクスペディションによって大やけの関心を引いていた。探検隊はクリスタル・ケーブの通路がマンモス・ケーブまで伸びていること、少なくともクリスタル・ケーブの土地の境界を超えていることを明確に示した。しかし、この情報は探検家たちの間で秘密にされていた。 この事実が知られると、国立公園局によって探索が禁じられてしまうことを恐れたからである。1955年、調査により、クリスタル警部が未知の洞窟と繋がっていることが分かった。これが、フリントリッジシステムとの最初の接続点である。C-3 探検隊の参加者のうちの何人かは、C-3 探検隊が結論を出した後も、 探索を続けることを望み、オースティン、ジムダイヤー、ジョン・ジェイ・レーベルガー及び E ・ロバート・ポールの指示のもと、フリント・リッジ調査隊を組織した。この組織は、1957年に、洞窟研究財団として設立された。組織は、独創的な学級的、科学的研究を支援することを通じて、洞窟探検家たちの活動を合法化することに、努めた。 この期間にマンモス警部を研究した有名な科学者としてパティジョー・ワトソンがいる。1960年調査によりコロッサル警部はソレと警部とつながっていることが分かり、1961年にはコロッサル警部、ソレと警部はクリスタル警部未知の洞窟ともつながっており、フリントリッジの大部分の下で一つの洞窟系を形成していることが分かった。 1961年3月に、クリスタル警部の所有権は28万5千ドルで、アメリカ合衆国国立公園局に売却された。同時に、唯一の私有地であった、グレート・オニキス警部の土地は36万5千ドルで、売却された。洞窟研究財団は、国立公園局と覚書を交わし、探索を続けることへの許可を受けた。ジョン P ・ウィルコックス。 パトリシア・クラウザー、リチャード・ビー・ゾフ、ー・ゲリー・イーラー、スティーブン・ G ・ウェルズ、ティーバン・ G ・ウェルズ、及びアメリカ合衆国国立公園局、K、警備員であった、クリーブランド F ・ピニックス先導の洞窟研究財団の地図制作隊は、1972年9月9日、低く湿ったフリントリッジ洞窟群とマンモスケーブ洞窟群を結ぶ通路の調査を行った。 これにより、フリントリッジは、スイスのホロック洞窟を抜き世界で最も長い洞窟となった。フリントリッジ洞窟群奥部の以前の旅では、115ポンドの細い体格であったパトリシア・クラウザーは、後に、タイトスポットと命名された狭い峡谷を這い進んだ。タイトスポットは、体格の大きな洞窟探検家を通さないフィルタとなっていた。 タイトスポットを通り抜けた後の探索において、クラウザー、ウィルコックス、ゾフ、及びトム・ブラッカーは、マンモス・ケーブの方向を向いている矢印と共に壁に、掘られた、ピート・エイチという名前を発見した。その名前は、1930年代に洞窟を、探検活動を行っていたピート・ハンソンによって、掘られたとされている。ハンソンは、第二次世界大戦で死亡していた。 その通路は探検家たちによりハンソンのスウェブ川と名付けられた。9月9日の探索においてハンソンのスウェブ川をたどり6人のチームはマンモス警部にあるカスケードホールへたどり着いた。このことが2つの洞窟がつながっていることの決定的な証拠となった。視界を横切る整然とした水平の線を見るためにジョン・ウィルコックスは 腰の深さまである水の中に入っていった。そして、それが観光客が掴む手すりであると分かった。洞結学の頂点を極めるための一人の人間に、とっての最初の一歩は、他の人に向けて彼が叫んだ、観光客の痕跡を見つけたぞ、という言葉であった。マンモス警部の多くの道のりの中で、 ほんのわずかな部分のみが人の移動した後と、証明によって明らかにされたが、驚くべきことに、その洞窟同士が繋がる瞬間は、全くもって見慣れた環境であった。さらにマンモスケーブが、小さな洞窟や洞窟群と接続していたことが、明らかになった。その中の注目すべきものの一つは、1979年、近くに、ヨッパリッジが発見したプロクター。 モリソン堂である。プロクター洞窟は南北戦争中の合衆国軍脱走兵のジョナ・サンドイルによって発見されたもので、後にマンモス警部鉄道が洞窟研究財団に調査されるまで所有していたものである。モリソン洞窟は1920年代にジョージ・モリソンによって発見された。この連結によりマンモス警部の南東への新規開拓が盛んになった。 同時期、セントラルケンタッキーカルスト連合や CKKC と呼ばれる独立団体が国立公園東のロッペル洞窟の数十マイルの調査を行ったことによりマンモスー部国立公園外部での発見があった。1983年9月10日、マンモスー部洞窟群のプロクター、モリソン区域とロッペル洞窟が繋がっていることが分かった。つながりは CRF と CKKC 探検家の二つが混合したチームにより発見された。各チームは別々の入り口から侵入して逆の入り口から出ようとしており中間地点で出会い同じ方向に進み始めた。結果として調査された全長は300マイル近くに及んだ。それ以降も発見が続き洞窟の全長は367マイル以上まで広がっている。 2005年3月19日、洞窟系のロッペル洞窟区域への接続は、ユードラ・リッジの下にある小さな洞窟から調査され、マンモス系部洞窟系の長さがすでに知られている、長さから約3マイル伸びた。現在、フーバーエントランスと名付けられている洞窟への入り口が、2003年9月に新たに発見された。国立公園内のまだ見ぬ洞窟の発見により、 洞窟の長さが何マイルも伸びることは確かである。しかし新たな入り口が発見されることは珍しい。すでに発見された入り口から入り洞窟通路の体系的探検中に明らかになった通路の探索により新たな洞窟の発見がなされることが多い。関連する、あるいは隣接する洞窟マンモスケーブの付近に フィッシャー・リッチ洞窟群とマーティン・リッチ洞窟群と呼ばれる二つの大規模な洞窟群がある。フィッシャー・リッチ洞窟群はアメリカ洞窟学会のデトロイト・アーバングラ島から結成されたミシガン州洞窟探検からによって1981年1月に発見された。フィッシャー・リッチ洞窟群の長さは110マイルまで明らかになっている。と2007年にグルデン・ビーは述べた。 1976年に、リック・シュワルツはマンモス警部公園の南方に大きな洞窟を発見した。1996年の新たな探検によりこの洞窟は、マーティン・リッジ洞窟群として知られるようになった。これにより、シュワルツが入ってきた入り口であるウィグ・ピストルル警部、マーティン・リッジ警部、およびジャック・ポット警部図といった近くの洞窟の接続が判明した。 2008年12月現在、マーティン・リッジ洞窟群は34マイルの長さまで地図が作られており、今もなお探検は継続中である。フィッシャー・リッジ洞窟群、マーティン・リッジ洞窟群、及びマンモス警部が接続していることが判明すれば、全体の長さは500マイルを超えるであろう。と2005年に、グルデン・ビーは述べている。この洞窟群を住みかとするコウモリには、 インディアナウヒゲコウモリ、灰色ウヒゲコウモリ、トビイロウヒゲコウモリ、オオクビワコウモリ、およびアメリカ東部アブラコウモリ等がある。これらとヒメコワシ法ヒゲコウモリなどのより希少な種をまとめると、歴史的な期間では900万から1200万匹生息していたと推定される。これらの種は未だマンモスケーブに生息しているものの、生息数は現在、 せいぜい数千匹である。マンモスケーブの生態回復を行い、かつてのようにコウモリが戻ってくるような、環境保護活動が現在、進行中である。ここにいるすべてのコウモリが、洞窟に住んでいるわけではない。赤コウモリは森に住んでおり、地下で見つかることは滅多にない。マンモスケーブには、コオロギ、洞窟ユービメ、盲目洞窟魚類、洞窟ザリガニ、 および洞窟小エビといった動物も生息している。地表に生息する動物はマンモス警部の入り口に避難することはあり得るが、一般に洞窟群の深部まで侵入することはない。ありがとうございます。